エンマムシは、高注目エンマムシ浄化に属する昆虫の総称。またはその中の一種メロヒスタージェカリの和ミオである。エンマムシ浄化は、エンマムシダマシカシャエリチダエ、エンマムシモドキカシンテリーデー、エンマムシカヒステラゲーの酸化に分けられる。このうち、エンマムシカが最大のトガで多くの赤に分かれている。分類によってはこれらの赤を独立したトガとして扱うこともある。 また、エンマムシジョウカはガムシジョウカとの類縁性が強く、1990年代初頭からはガムシジョウカに含めて扱うことが多くなっており、分類は未だ流動的である。成虫でも体長数ミリメートルマイナス1センチメートル程度しかなく小型の昆虫である。成虫はずんぐりとした丸い体型で、触角は短く、先が膨らむ。足は短いが軽節に。 トゲが発達し、小型のクソムシにも似る。動物の死体等の腐敗動物質や糞便に、飛来する種類がよく知られ、炎魔虫の名も死体に集まる習性に由来する。ただし炎ム虫は、腐肉や糞便などの腐敗有機物食ではなく、そこに発生する、黒ばえか、肉バえか、イエバえかといった味の捕食者が多い。小動物の腐敗した死体で、ハエの幼虫を盛んに、捕食する様子は、 ファーブルの昆虫記にも滑車されている。ただし、腐敗有機物に飛来しない種もおり、それらは種類によって様々な獲物を捕食する。世界に一族三種、世界に七種、十一赤に分類され、世界に三千八百種以上。ありがとうございます。